焼き干し殿様椎茸。いただきます。それでは、本日の外活動を開始。ブドウ虫を買います。もう、すでに、午後3時半。急ごう。やっぱり、増水しているなぁ。増水&濁り。ここでは釣れないだろう。もっと上流に行きます。とりあえず、ここでやってみます。ブドウ虫で天然トラウトを狙います。やっぱり、釣れないな。普段より、かなり増水している。ここは、いい感じだけど。ヒット。なんか釣れた。大きくない天然ヤマメなので、逃がします。この川で釣れるトラウトは、全部天然物です。9割方、釣れないと思ってたけど。結構、あっさり釣れたな。さすがに、2匹目は、無理か？ヒット。イワナ？小さいので、もちろん、リリース。さすがに、3匹目は釣れない。
これ、翡翠かな。岩の上に置いてある石は、翡翠の可能性あり。見た目より、重い。質の悪い翡翠かな。ここは浅くて、釣れそうもない。今日は、クマやアブがいなかったです。いろいろ、対策グッズを持ってきたのに。ここでも少しやってみます。軽い。これも軽い。この前は水が流れてなかったような。こんなところでも釣れるの？当たった？食いついてきた。ここにはやる気のある魚がいる。当たった。ヒット。張り飲まれた。これは、キープします。暗くなったら、いろいろ危険。もう、ベースキャンプに戻ります。決めたー。夕飯は、海鮮バーベキューにする。異常なし。少し休憩。それでは、海鮮バーベキューを始めます。固形燃料2個で、いい感じに炊ける。
は塩焼きだな。ホタテ。アルゼンチン赤エビ。ポン酢を垂らす。焼けたのから随時食べます。ウロは取り除く。カドミウムが含まれてることがあるぞ。いただきます。超うまい。天然ヤマメの塩焼き。もちろんうまいです。たまらん。つぶしたてニンニク。硬い。ポン酢。たまらん。チン飯にパック目。このチン飯もうまい。焼きエビは殻ごと食う。残りは飲みながら食べます。ああ、うまかった。明日は帰宅するだけです。おはよう。デラックスラーメンを食べたら帰ります。潰したてニンニク。煮卵と角煮。チャーシュー。はい、デラックスラーメンの完成です。
海釣りはボコられたけど、ホタルイカスクイト渓流釣りとバーベキューは勝利したので、全体としては満足のいく旅となりました。どっかにハイジいるかな。タラノキか？これもタラノキ？収穫にはちょい早い。